安定した数字を残しています。まあ小宮山さん、本当に何があるのかわからない展開になってきました。まあそうですね、ただこれタイガースと同様、マリーンズも先ほど軽くお話しいただきましたけれども、こう中から後ろのピッチャーというのは今シーズンは非常にうまく回っていると聞いています。ただ、はい、ブルペンのピッチャーたちはどちらかというとその6回以降頑張っているということで、先発がこうやって早いイニングで崩れるとなかなかやっぱちょっとゲームというのは難しいと思いますね。はい、まあ、勝ちパターンで言いますとルーキーの中後ろ増田、こういったところが出てきます。もちろん最後は矢蓋が控えているというロッテ打線です。さあこの辺りはどうだ、叩いた打球レフトへレフトへレフトへ越えていきました。一塁回ったところでにっこり前、マウンド上でがっくりは渡辺、ロッテ追加点となります。今江がホームに帰ってきて再び2点差になりました。流れが落ち着きません。いや今相当高いところを叩いていきました。いやちょっとね、はい、アウトコース低めに狙ったボールが浮いてきたんですよね、はい、本当にまあ、ヒットでしょうけどね、はい、見逃さないですよね。そうですね、しっかり芯で捉えていきますね、はい。